長友大輔です。日本生まれ日本育ち、海外に、日本を出て約20年近くになるんですけども、台湾に移住して約9年目です。今回この高雄のライティングフェスティバルで、新住民 のテーマにしたパビリオンのアートインストレーションをや設計してくださいっていう機会をいただいて、非常に嬉しく思っています。今回躍動っていう名前で、英語で言うとポーズっていうんですけども、このパビリオンを設計するにあたって、まず最初に思ったのが、形を作るよりもこう感情をなんか具体化できないか。那在现场施工呢，其实我们希望在现场能够降低制作的时间，因此整组是在工厂加工之后，在现场以最快的速度进行组装。那结构体结束了之后呢，我们会上一层网，那这个网是以透明的 PE 抽成丝来做的，因此它是一个阳光下面会闪闪发亮的一个结构体。那不仅是结构，我们希望它感觉有很棒的流线型之外，要呼应脉动的这个主题，我们提出了用两条很简单两条圆形的 LED 灯条去勾勒出整个形体的最上方跟最下方。っていうとこから始まりまして、それでなんか新しい場所に行くときって大体こうなんかこう胸が高鳴ったり、心配になったりして、こう緊張感とか興奮感っていうのが常にあると思うんですけども、それをどうにかこう形、パビリオン的な形、構造体にして、さらにそれをこう時間が経過するにあたって、たまにはゆっくりになったり、たまにはすごく早く動いたりっていうのをライティングで表現しようとしています。それで形自体はすごく有機的な形になってて、その周りをこう電気ライトがこうやって回っていくっていうのが基本的なコンセプトになってます。当你走进卫武营都会公园，到达这个场域的时候，我们希望大家能够停下脚步，然后可能使用这个石头椅，或者在这个棚子底下乘凉。然后我们希望大家能够在这个场域的时间花得越久，它可以听声音，它可以看灯的表现方式，更重要的是，这是希望他们能够互动的一个装置。